はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。4時半を回って今4時40分になろうとしています。まったりとした午後ですけども、夕方ですね。いや今日はねガツッと昼寝したんでね、なんかいいですよいやーやっぱり昼寝必要ですね、シエスタね。最近ねこのあれです、安物のこうソファーなんですけど、倒すとベッドになるんですね。ベッドにしたまんまいつでもヒーって寝られるんですよあちょっと眠たいな、寝ようって言って、いやそれでこうガスッと眠れる時もあるんですけども、浅い眠る時もあるんですけど、今日はガスッとほぼ1時間行きましたからね。いや気持ちいいわって、そんなんしたら夜寝られへんのちゃうのって思うでしょ皆さん。寝られるんですよ、お酒いっぱい飲んだらお酒いっぱい飲んで、ネットフリックスを見て、だいたい12時頃にはベッドに行って、ちょっとあれしますけど、まあコテッと行く時もありますからね。で朝何時に起きんねんって言われたら、だいたい8時台ですね。寝すぎやろとか言われそうけど、ええやんそんなほっといてえな人のことやんってはい、行きましょう。中央日報でございまして、愉快なお隣さんのですね、保守系のメディアとされています中央日報でございます。もともとこれ新聞なんでしょうね。今でも紙で出てるのか知りませんよ、向こうでは。私が見ているのは日本語サイトでございますでいつも思うんですけどね、これね、僕ねハングルなんか読めないわけですよ。外国語といえばね、英語は少し読めるぐらいで、中国語も多少読めるんですけど、ハングルなんてほぼこう発音がなんとかわかるかなぐらいなんで、意味はほぼわからないですよね。でも日本語サイトをね作ってくれてるんで、これってこうやってこう全部のニュースではないみたいなんですけど、これ日本人に読ませたろうというニュースだけ翻訳してくれてるらしいんですけど、読めるんですけど、これ逆のパターンがないですね。日本のメディアがですね、日本のニュースをハングルに訳して向こう向けに出しているというメディアはほぼないらしいんですよね。だから情報は本当に一方的にこっちへこう入ってくるわけで、彼らのメディアの情報が。逆もやったらええのにと思うんですけど、やっぱりそれは採算合わないんでしょうね。向こうの人口5100万ですから、彼ら向けに何かを作ってもペイしないのかも。いやでもそんなに金かからと思うんですけど、だから広告収入とか入れたらなんとかペイするんちゃうの。しかも日本のメディアのニュース読めるって言ったら、彼らニーズあるんちゃうかなと思う。特にザクザクとかね、産経新聞とかのニュースはこう反日ネタを取るのにちょうどいいでしょう。日本人こんなこと言うとんで、考えとんでとかでなるわけですね。だからぜひやってもらいたいんですけどね。産経新聞、例えば産経新聞とザクザクと共同で何か作ってですね、そのいわゆる日本人が愉快なお隣さんにのニュースをこういうふうに書いてますよ、流しますよというのを向こうにどん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 流したらええねん。だから彼らにとってはむちゃくちゃそれを美味しいというかね、こう文句言える材料になると思うんですよ。ぜひやってほしいなと思う。案外だからね、どう言いましょうね、こう全く媚びないわけですからね、この媒体は。産経系の媒体はむしろその向こうの人間が読みたくない、聞きたくないみたいなことをいっぱい言うてるわけであって、かえって受けるんちゃうかなと思うんですよね。こんなこと言うとね、まだ猛言やでとかっていうのをですね、ネタにされるんでちょうどええんちゃうかなと思う。やったらええのにと思うんですけど前は、ええ、もう4分も余計なこと喋りましたね行きましょう。中央日報でございまして、8月21日今日ですね、12時23分と言いますから、今から4時間ぐらい前のニュースですね。パククネ前大統領退院後に拘置所へ…健康状態が非常に深刻というタイトルの記事です。貼りませんからね。でも短い記事なんでね、もう本当これ何行、7行の記事ですから読んでしまいましょうね。ゆっくり行きましょう。ソウル拘置所に収監中、持病の治療のためにソウル聖母病院ですね、聖母ですね、聖母マリア様の聖母ですね、病院に入院したパク・クネ前大統領が退院して拘置所に戻った。拘置所なんですか、刑が確定したんで刑務所じゃないんですかね。日本だと
刑務所ですけど、多分この方病気なんで医療ケアがついてるのは拘置所なんでしょうかね。法務部、日本でいうと法務省になりますね。法務部は20日午後、パク前大統領は持病の治療のため7月20日、20日ですね、20日にソウル聖母病院に入院。医療人の所見に従って治療した後、この日退院したと明らかにした。パク前大統領は車椅子に乗ったまま拘置所に向かう護送車両に乗ったという。テレビ朝鮮によると、チョ・ウォンジン、ウリ共和党代表は、パク前大統領の健康状態は非常に深刻と伝えたと。これだけのニュースでございます。このパククネさんがですね、なんでこうそう罪に問われてプリズンにいるかと、プリズンでまあ拘置所ですよ、正確に言いますと、サムソンからですね、こう3億円ぐらいのですね贈賄を受けたという罪だったと私は思うんですけど、その贈賄を受けて収賄をした、まあ、要は賄賂を取ったということですけど、サムスンのその3億円がですね、このパク・クネさんの個人のですね何かに当てられたというような感じではないんですよ。なんかで、なんか、まあ、要は政治資金的なものを受け取ったというふうな感じなんですね、私の理解は。で、送った側のサムソンの副会長、イーなんとかさんですけども、もう贈賄罪に問われて、収監されていましたけども、先日、御社によって、御社っていうのかな、が保釈かな、よう分かりませんけども、とりあえず出されまして、今はシャバにいます。シャバっていうか、まあ、言われるね、我々の世界にいます。我々の世界、まあ、そうかな、要は塀の向こうではない。で、まあ、制限はついてるんですけども、一応、サムスングループの実質経営者ですね、副会長という肩書きでしたけども、実質の経営者ですね。で、多分、サムスングループを率いてらっしゃるんですけど、贈賄側のサムスンのいい副会長がですね、保釈になったんですけど、もらったとされているパク・クネさんは、いまだに体調が悪くて、本当にね、この方ね、やつれてね、出廷さえ拒んでたんですね。出廷で、まあ、裁判に出る、裁判所に行くことさえ拒んでた方が、確か十何年とか二十何年とか、多分生きてるうちに出てこれへんやろというぐらいの刑期を食らって、しかもそれ確定してるんですよね。しかも、まあ、向こうは本当に川に落ちた犬は棒で叩けの世界で、自宅も全部取られてしまって、帰るとかあんのかなというか感じがしますけど、で、収監されたまんまと。大統領の恩赦でもなければですね、外に出てこれないわけですね。で、1年に1回ものすごい恩赦があるのが8月15日だったんですけど、それを過ぎても出てこれない。なぜかと言いますと、ムン・ジェインさんが非常にこう嫌ってるんですよ。その理由はですね、パク・クネさんもイ・ミョンパクさんも嫌ってるんですけど、自分の師匠であったノムヒョンさんという方を死に追いやった、なんか容疑をかけられてですね、検察に呼び出される日にですね、自ら命を絶たれたんですね、ノムヒョンさんっていう前の大統領が今のムン・ジェインさんの師匠格なんですけど、まあ兄貴格というべきですかね、を死に追いやったのがそのイ・ミョンパクであり、パク・クネであるというふうに思って憎み切ってるわけですね。だから逮捕をさせて、罪に問うてですね、塀の外に出さないと。これはひとえに多分ムン・ジェインさん、ムン・ジェインさんって非常にこうエモーショナルな方ですから、そういうふうにしてるんだと思います。で、なぜサムソンの経営者を出したかというと、今愉快なお隣さんの経済ちょっと危機に瀕してるような感じです。要は外貨が足りなくなってきてんちゃうかなという兆しが見えるわけですね。で、一番外貨を稼いでくれるのはサムソンであって、サムソンがきちんと経営をしてればですね、外貨が流れ込んでくるわけであって、であれば経営者は出したろかということになるわけですね。非常にね、個人の姿勢を感じるわけなんですよ。パク・クネさんがそんな悪いことしたんかと思いますよね。日本にとっては嫌なやつですよ。ものすごい嫌なおばはんでしたよ。ほんまに嫌なおばはんで、告げ口会社をして回ってですね、中国の戦勝パレードにのひな壇に上がってですね、いやー、全く場違いな嫌なおばはんでしたけども、
でも彼女自体が逮捕されて裁判にかけられて罪を問われている内容についてはですね、えみたいなそれあかんのみたいな、そんな感じですね。だから一重にこれは私から見ればですね、ムンジェインさんの個人的怨嗟が絡まってるんではないかなというふうに思われますね。だからムンジェインさんが大統領であるうちはですね、保釈は無理でしょうね。次、来年の3月に大統領選挙行われて、5月に大統領交代しますけども、そこで、保守系の方が大統領になったら多分保釈になると思います。なぜウリジナルの法治国家でございますかそういうところから融通無限にですね、大統領職さえ取ればですね、割合他のことは全部 OK みたいなことになろうかと思います。これ貼りませんのでですね、探して、まあ、探してもしゃあないですけどね。要はパククネさん、相変わらずプリズンの中へでという話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。